こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあね、タイトルとサムネに金運試しっていうことでね、ちょっとね、このケン・カドアキさん、世界のケン・カドアキさんってね、まあ忘年何回か動画を紹介しまして、まあこういった話でっていうことをね紹介しましたら、なんとね、ケンさんがね、僕のねことをもね紹介してくださったっていうことがありまして、それで今回ね、なんとね、まあ LINE でつながってる方から、まあケンさんがねこんな企画やってますみたいなことで、まあね、現金をねプレゼントするっていう、そんなね企画をやりまして、やっておりまして、今ね現在進行中、1月の21日から始めておりまして、それでね、ちょっとねこれ皆さんね参加したらどうかななんて、そんなことを思いまして、まあすごいね、まあことをやったななんて、そんなことをね思います。それでよくねツイッターとかそんなのでね、現金プレゼントみたいな、まあ、前澤さんがね、元 ZOZO タウンの、前澤さんがねやってるようなことを真似してね、もうすごくたくさんの方がねそんなことをやってるんですけど、ほとんどがねなんかねフォロワー集めだったり詐欺だったり、そんなことがねたくさんあるんですけど、まあこのね自分が今日紹介するケン・カドアキさんはね、本気でね、まあもう人にね与えるってことをねやりたいっていうかね、まあそれをねやることによって、まあ自分がねこうすごくね充実感っていうかね、まあこうワクワクするみたいな、そんなね感じをねをしているっていう、そんなね話だったので、まあこれね本気だななんて、そんなことを思いまして、まあね現金ね、まあ5万円まあ前澤さんみたいにね10万円を100人とかね、そういった感じではないんですけど、1万円をね5人の方にプレゼントっていうことで、1月21日から2月11日までね3週間の期間をねやるっていうことで、まあねこれすごいなーなんて思いました。やっぱね人にね何かを与えるっていうことで、まあね自分にもう帰ってくるっていう、そんなね、まあそれをね見返りをね気にしてたらダメなんですけど、そういったことをねやるって本当にねすごいことだなーなんて思いました。それでまあそのね参加する条件っていうのは、まずね世界のケン・カドアキさんのねチャンネルを登録して、そしてねその動画、まあ自分がねの概要欄にそのリンク貼っとくんですが、そのね動画にコメントをして、そのね1万円当たったら何に使いたいかっていう、そんなねコメントをして、そして今度ねその後インスタグラム、ケン・カドアキさんのねインスタグラム見ましたらね1万2000人ぐらいもうフォロワーがいる、そんなすごいねインスタグラムをやってて、今日ね初めてね登録して、まあフォローして、それでねコメント、メッセンジャーって言わないのかな、インスタグラム、ちょっと DM っていうんですか、 DM にねちょっとね連絡をして、まあ、このね話シェアしていいですかみたいな、そんなことをね言って、そしたらねぜひねシェアしてくださいっていう、そんなことをね言われたので、ちょっとねシェアしてるんですけど、まあ、DM かね、あとねメールアドがね確か概要欄のところに書いてあったんですけど、それにねまたねそのね1万円当たったらね どういうふうに使うかっていうのと、あとねYouTube のこうチャンネル名、自分のね YouTube の名前と、あと本名、まあやっぱねお金のやり取りがあるんで、やり取りっていうかねお金をねもらうっていう、そんなね作業があるので、本名をね、まあ、連絡してくださいっていう、そのね3つ、チャンネル登録と、あとコメントを書くっていうことと、あと DM かメールアドも確か書いてあったんで、そのね DM かインスタグラムの DM かメールアドに連絡をして、本名とYouTube のねチャンネル名をお知らせするっていうね、そんなね作業をするだけで、もしかしたらね1万円が当たるかもしれないっていう、そんなねことで、まあ金運試しっていうことなんですけど、やっぱねまあ今ね1日まあ、今の時点で1日ちょっとねもう24時間以上経ってるんですけど、今のところね4人の方がね、まあ、エントリーしてるっていうかコメントをねしてるので、まあ
宝くじとかね、そんなのよりね、はるかにね、確率高いんじゃないかな、なんて、そんなこともね、思って、それでね、金運試しっていうのは、まあ自分のね、チャンネル見ていただいてる方っていうのは、結構多くの方がね、財布マジックとかね、スマホマジックやってくださってる方がね、多いと思うので、まあこの際ね、ちょっとね、その、まあ、効果っていうかね、それをね、まあ、実験っていうか、検証するために、まあちょっとね、まあ、検査にはね悪いかもしれないですけど、そこでね運試しっていう、そんなことをねちょっとね自分企ててしまったっていう、そんなところもねあるんですけど、まあね自分のねところから検査のところに行って、もしね自分のところのね動画を見てそこに行った方がね、みんなねこうずらっとね当選したら、なんかねやっぱね財布マジックとかねスマホマジックのね効果ってすごいんじゃないかな、なんて、そんなこともねちょっとね実験っていうわけではないんですけど、それをねちょっと知りたくて、ぜひねまあ応募してもらいたいな、なんて、そんなことを思いました。まあね、そのね検査のねまあ波動っていうか、それもねすごいね、あそういったね人にね与えるっていうことってなかなかできなくて、自分もねこうやって動画をこう配信とかねして、それをね与えてるっていう風にね自分ではねちょっと思ってるんですけど、でもね現金をねこうプレゼントするとかね、そういったことっていうのはなかなかねできないことで、まあそれをね することって本当にねまあすごいことだなーなんて思います。なのでね、そういったことをする人っていうのはやっぱね波動が高くて、まあそういう人とねつながる分をね、先日ちょっと自分のねチャンネルを動画の方で紹介してもらったりして、まあ全くのね他人っていうわけじゃなく、ちょっとね知り合いっていうか、すごいこう何回もやり取りしてるわけではないんですけど、そういった方にねやっぱつながれたってことはね本当にすごいことだなぁなんて、それもね感じているので、まあここでね皆さんのねちょっと運試しっていうことで、またねそれで当たるとまたケンさんとねつながることもできますし、まあ、そうやってね波動の高い方とねつながるっていうことは、本当に自分のね運気とか金運っていうのはねどん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 上がっていくんじゃないかな、なんてそんな風に思うんで、ぜひねケンさんのところにチャンネル、まあ、概要欄にねそのね動画貼っときますので、 URL ぜひねケンさんのところに行って、ちょっとね自分1万円当たったら何に使うとかね、そういったことをね書いてコメントしてエントリーして、それで2月11日はね実はねケンさんのね誕生日バースデーだそうで、まあ普通ねバースデーっていうとこう人からねプレゼントもらったりおめでとうって言ってもらったり、本当に与えてもらうことがね多いと思うんですけど、ケンさんはね逆にその誕生日の日を締め切りにして、それで皆さんにね与えるっていう、そんなねことをねするってやっぱねすごいなーなんて、そのこともね思いましたので、ぜひね皆さん、それで僕のねこうスマホマジックとかね財布マジックで、まあ、ぜひねその金運試しみたいなものをねちょっとねやってみてもらいたいなーなんて、そんなことを思いました。はい、ではね今日はね世界の剣門脇さんがね現金をプレゼントする、まあ1万円をね5名の方にプレゼントするっていう、そんな企画をねやっていますので、ぜひね参加してもらいたいと思いましてこの動画を撮りました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。